2020年夏、普段は伊豆半島を走るロイヤルエクスプレスが北海道を4日間かけて一周しました。今回は野宿をしながら18切符を使い追っかけ撮影をしてきましたので、そちらの様子をご覧ください。それでは0日目の新千歳空港からどうぞ。新千歳空港駅、22時53分発の終電で今宵の野宿候補駅上野駅を目指します。それではロイヤルエクスプレスの行程の紹介です。明日1日目は札幌から釧路、2日目は釧路から網走、3日目は網走から旭川、最終日は旭川から札幌まで向かいます。この行程を野宿しながら普通列車で追っかけていきます。列車は新千歳空港を出て南千歳に到着。新千歳の隣の南千歳という駅に到着しました。ここで乗り換えて苫小牧方面に乗り換えます。上野駅ですと、あれということでね、ごめんなさい、ズームしちゃった。駅の待合室、今日の肝心の待合室に行きたいと思います。虫いっぱいいると思うんですよ、多分。わあ、すごい。線路際だ。さすがにダメって言われたらもうやめるしかないんで歩きましょう。ただね、これ副産物ですよ。夜すごい周りが森しかないんで、もう森の匂いがして、林が森の匂いがしてすごく心地いい空気ですね。本当に朝みたいな匂いがしますよ。ただ目的地は自分でさえわかりません。今あれだよな、ここら辺クマいないよな。この道はどこに行くんだ。こんなとこ真夜中に歩くと思わなかったよ。野宿のスタイルは基本的にこのような形、敷くものもかけるものもありません。あの明かりの近くに何かカントリーサインがありますな。何でしょうか。ここが苫小牧です。であちらが橋を渡ると平町に来ました。思ったんですが、川に行く道がありそうなんで、ちょっと行くだけ行ってみましょう。人が一人寝る分にちょうどいいスペースがあったので、ここを野宿の場所としました。それではおやすみなさい。数時間後、寒さで目覚めました。おはようございます。北海道のとある道端の4時20分になります。意外と寝れました。っていうか、むしろ心地よかったぐらい。やっぱりいくら砂利とはいえ、横になると横にならないのは多分違うんですね。まあ、多分全部の疲労は取れてないってそれをするけど、よく寝れたんでよかったです。でね、そろそろ歩き出そうと思います。現在朝の4時半ぐらいなんですけどもね、寒いです。道を歩いてるといろんな発見をするもんでね、わざわざここから上野駅まで2キロっていう看板あるんですね。これ見て、あ、こっちかって行く人いるんですかね。着きました。上野駅です。それではここで今日1日目の行程の紹介です。まずここ上野駅から札幌駅へ向かい朝食をとります。その後千歳駅に向かい、石勝線に乗り換え追分駅を目指します。
追分駅から4キロほど歩き、1日目のロイヤルエクスプレスを撮影。撮影終了後、追分駅から石勝線、根室線に乗車、池田方面を目指します。それではこの始発列車で札幌駅を目指します。北海道といえば UC と、普通列車なので指定席券の必要なく乗車券のみで乗車できます。18切符の1日目も車掌さんに押してもらい、列車は札幌駅に到着。朝食のモーニングをいただきましたが、とても腹が足りず、駅ホーム上の駅そばをいただきました。こちらも惜しい。映像は飛んで千歳駅、9時11分の石勝線で追分に向かいます。南千歳で千歳線と別れ、石勝線に入りますが、お客さんは誰一人いません。石勝線名物ともいえるスノーシェルターを通過して、列車は追分に到着します。ということで、ここでとりあえず追分という駅に到着しました。ここからしばらく歩いて撮影スポットまで行きたいと思います。だいたい歩いて1時間ぐらいだと思います。あとね、3キロぐらいあるのかな、撮影地まで。しかし今日天気良くて本当良かった。予報だと曇りだったんだけど、あーここでもいいか、違うな、あーでも牛いるな、いいな。このケーブルがあるとこが線路なんですけど、こんな感じで。ちょっともうちょい行きますか。もう先客がおる。うん、ここら辺がいいな。ここら辺でちょっと安全なとこがあったらそこにしよう。いや、ドヤッコーですね。まあとりあえずひとまず第一発目ロイヤルエクスプレス取れましたよ。いやあれがね、下田で普段走ってるやつはこの北海道で走るためにパンタグラフも取って、わざわざディーゼルエンジンを JR から買って、で機関車で牽引する、なかなか夢あることを令和でも北海道でやってくれますな。ということで、今日のロイヤルエクスプレスのおかげはここまでです。で明日のおかげですけども、一発目は川湯温泉か知床シャリというところで撮ると思います。で二発目はもうほぼほぼ決まってて、北浜というオホーツク海岸側に沿った駅で撮ろうというふうに思っています。ということで、今日はねとりあえず一つ終わったんで、とりあえず追分の駅行ってお風呂入りましょうか。はい、ということで、なんだかんだ3時ぐらいになりましたがね、お風呂も入って随分すっきりして、ちょっとね、今さっきまで撮ってた動画まとめたいんで、駅向かってちょっと動画整理したいというふうに思いますよ。体もすっきりして追分駅に再び到着。動画を整理しても時間が余るので、競馬好きの方ならご存知、アビラまで行ってみることにしました。追分駅から6分ほど、安平駅に到着。折り返し列車が来る関係でゆっくりはできませんでしたが、のどかな雰囲気が駅を包んでいました。転属が増えているキハ150で追分に戻ります。追分駅に到着。向かいのホームの新夕張駅に乗り換えます。
18時31分、新夕張到着。2019年の3月31日まで、ここから夕張線が伸びていましたが、現在はご覧の通り、車止めが設置されています。6両編成の大空9号。1番線、線路に向かいまして、左側から、先頭指定席1号車。ここ新夕張から先、新徳までは普通列車が運行されていません。そのため18切符特例で新徳まで特急に乗車することができます。列車は行き合い列車遅れの影響を受けまして20分ほど遅れて到着いたします。対向列車が鹿を引いた影響で新徳20分遅れで到着ですが、無事帯広行き普通列車に乗り換えができました。ここでも乗客は誰一人いませんでした。ということで、ああいうふうに遅れてたんで、ね、間に合わないかなと思ったんですけども、なんとか間に合ってくれました。考えます。あ、ちなみに今回なんで遅れてるかっていうと、釧路の方に鹿を引いたらしいです。列車は根室に到着。今度は千歳線遅延の影響で列車に遅れが出ています。恐れ入りますが、発車まであと15分ほどお待ちください。列車は大幅な遅れをもって帯広貨物駅に到着。ここは全国的にも珍しく、貨物駅で旅客鉄道の乗務員交代などが行われるところです。そして列車は隣の帯広駅に到着。どうやらこの帯広駅がそのまま浦幌駅になるものです。なんかおかしいな。探してみても裏ほど行きがないなと思ったら、この列車ここまでで、帯広までで一応帯広行きで、帯広から裏ほど行きに変わるそうですね。なので引き続きに乗っときます。移動中、今日の野宿先は新吉野駅に決めました。ということで今回はここまで。次回は霧に包まれた新吉野駅から網走までお送りします。最後までご視聴誠にありがとうございました。